ダンビュライトは日本の競争は、主な勝ち倉は2018年のアメリカジョッキークラブカップ2019年の京都記念。場名の由来は無色透明、淡いピンク、黄色、紫などの色彩を持つパワーストーン。2014年3月3日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口場主法人サンデーサラブレッドクラブより、 タンザナイトの14として、総額3600万円で募集された。父ルーラーシップと同じく、ノーザンファーム早北で育成された。7月9日に、中京競馬場の新馬戦でデビュー。不良馬場を苦にせず5馬審査の圧勝でデビュー勝ちを飾った。2戦目は、サウジアラビア RC に出走。直線で内ちに持たれる場面もあり、ブレスジャーニーの決め手に屈して2着に敗れる。 続く朝日杯 FS では、単勝2番人気に、指示されるも流れに乗れず13着と大敗した。木更木賞、や生い賞はいずれも3着となり、竹豊かに乗り換わったさつき賞では、単勝12番人気まで評価を下げていた。しかし、レースでは2度の不利がありながらも勝ち馬、アルアインから0.1秒差の3着に検討し、 クラシック史上4番目となる3連単106万4360円の高額配当を演出した。最内枠からの発想となった東京優秀では超スローペースに巻き込まれ、内で動けないまま6着に敗退した。秋は神戸新聞杯で4着となった後、菊花賞に出走。極度の不良馬場の中、積極的に動いて4コーナーでは先頭に立ったが、直線で、 後続馬に交わされて5着に終わった。年末の事故条件戦サンタクロースエースで、新馬戦以来となる、待望の2勝目を挙げる。アメリカジョッキークラブカップでは、ミルコデ・ムーロと、初コンビを組み、2番鉄位層から直線で逃げる、マイネル・ミラノを交わして先頭に立ち、追い込んできた1番人気ミッキー・スワローに2馬審査を、つけて、待望の重賞初制覇を果たした。大阪杯には、 浜中俊とのコンビで出走。二番手を追走していたが、カチューマ、スワーブリチャードが動いた場面で離され、六着に敗れた。その後は、不死制覇を目指して4月29日の香港、クイーンエリザベス二世カップに挑戦したが、直線で失速して八頭立ての七着に沈んだ。宝塚記念では、竹豊が史上初の500回目の GI 起乗となったが、 4コーナーでごちゃつく場面があり、掲示板を確保するのが、精一杯だった。秋初戦のオールカマーでは出遅れによって一度りが、想定より後ろになり、4コーナーでも包まれて一度りを上げられずレデオロ、アルアインから離された三着に敗れた。戸崎慶太に乗り換わった、天皇賞では、本馬場,場入場時に騎手を振り落として、っぱなし馬、ま。しばらく競馬場内を全力疾走してしまい、 疲労が著しいとして競争除外になった。仕切り直しの一戦となったチャレンジカップは4着だった。連覇を狙ったアメリカジョッキークラブカップでは決めて比べの展開となったこともあり6着に敗れた。自走の京都記念では直線に入ると早めに先頭に立ち、外から差を詰めた一番人気ステイフーリッシュを首差しりぞけて重賞2勝目を挙げた。 起乗した松若風馬は三度目のコンビで三連勝となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。